ミキコの部屋始まるよ。12月6日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手いたしますのは川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットする、この時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。なお本日の放送は前撮りでの、放送となっておりますので、動画配信そしてツイキャスの方はお休みとなります。あらかじめご了承くださいませ。さて本日も素敵なゲストさんがもう間もなくお目見えになると思います。はい、どちら様ですか？ミキさん、お久しぶりです。はい、どうぞメンソーレお待ちしておりました。お久しぶりです。はい、お会いできて嬉しいです。本当にご紹介いたします。仏典童話作家で今活躍中ね、いろいろもう多彩な方なんですけれども、本日ご紹介したいなと今日は滋賀からお呼びしました渡辺愛子さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はるばる滋賀から本当にありがとうございます。指折り数えて待っておりました。楽しみにしておりました。ありがとうございます。早速ですけれども愛子さん、では自己紹介をお願いしてもらってよろしいですか？25年前から京都工科女子大学というところで、はい、非常勤講師をさせていただいております。それからあとはサーバスという民間の草の根交流団体のメンバーになって28年になりますかしらね、はい、あとは仏典童話を聞かせてもらって、はい、今日はねたくさんお話できたらいいなとは思うんですけれども、ちょっと時間も限られているのでサクサク一回いきますよ、はい、どうぞ、はい、短い時間で終わりますが、はい、よろしくお願いいたします。はい、滋賀県、今滋賀の方でお住まいになっておりますけれども、もともとは神奈川県出身ということでお伺いしております。はい、間違いないですか？はい、横浜生まれです。浜っ子なんですね。はい、チャキチャキの浜っ子ということで、まあでもね、智子さんとのきっかけで愛子様ともこのやってお会いができて、でちょっと前に、まあちょっと前でもだいぶ前ですね、十何年か前に私も滋賀県に遊びに行くことができまして、なんだろう、好きですよ滋賀。そうですか。大阪でもなく、京都でもなく、なんやろ、いいんです。なんやろそれはいいね、すごく静かというか、なんかのんびりしてるところもあり、みんななんかシャキッとしてるところもあり、まあいろいろ私がねたった数日間いただけで私がえらいことを言える立場ではないんですけども、いいなと思いました。いいです、うん、はい、本当に滋賀好き、はい、好きですよ、はい、いいなと思いました。嬉しいですね、はい、さあじゃあ滋賀の話よりも今日はね、はい、実は仏典童話についてちょっと教えていただけたら、なんかね私愛子さんに会うまではそういう仏典童話ということを知らなかったので、多分ね沖縄ではあんまり聞き慣れてない、ね、耳慣れない言葉だとは思うんですけれども、仏教のお話が童話になってるってことですか？うん、これは、うん、愛子さんがそういうお話が書きたいなと思うのを題材をどんどん上げていくってことですか？うん、企画した人がこういうのをしてくださいって言われて、うん、はい、うわ嬉しいと思ってなるほどなるほど引き受けしました。もう、はい、多分、うん、私はね食わず嫌いではないんですけど読まず嫌い、本当に開いてうわ無理だと思ってしまって、仏教みたいなところもあったんですけど、つい先日から開くようになり、スーって止まるところがあったんですよ。開いてなんかここはこの言葉がとか、この絵は素敵とかと思って一応読みました。ありがとうございます。一応読みました。これってなんか読み聞かせとかもあるんですか？今忙しいのはそれなんです。あ、そうなんですね。本書いたのは昭和の終わりなんです。
だからずいぶん前のことなんですけども、なぜかこの本は版を重ねて多分7すりか8すりぐらいになってると思うんですけれど、私の今目の前にあるのが仏典堂は、これがファーストというかね、ピンクの表紙になってて、仏典堂は2、これがブルーの、表紙になってて、あの愛子さんがこの文を、書いて、で絵を畑中さんの方が書いて、ね、なんかあの優しい感じですね、あの私が言うのも本当にもうおこがましいというか、手に取ってほっとしたんですよ。わかんない、こんなこと言っていいのかわかんないですよあのそう読まなきゃっていう気持ちから手に取った時に、ほっとした時に、あ、なんかこの本ってすごいんだろうなってちょっと思って、ありがたく感じました。本当にありがとうございます。この本が素敵なのはまず表紙いいでしょ。はい、素敵です。でもう二十何年経っても壊れない立派な装丁。ああ、そうですね。そして何よりもこの画家の畑中光京さんという人は、私はどんなに偉い人か知らないでお願いしたんですけどいやいや、愛子さんも素晴らしいですよ。今大変な、あの大変な作家さんで、はい、あの今、今日、奈良の興福寺の本堂を建て直して、その柱に、あのインド、中国、日本のお坊さんを書くお仕事を仕上げて、今多分全国巡回してると思います。私この間京都で見ましたけれど、素晴らしい作品を書くインドに100回以上行っている人です。ちなみにこの仏典童話は1、2、3とかもあるんですか。いや、それがまだなんですよ今後もあるかもしれないですね。だと願ってるんですけど。そうかそうか、でもこういう本がねあるってことはきっと読み継がれていくだろうし、もうそれはあの愛子様の言葉から出て、ね、表現が多分こうやって本になって、今からもねどんどん広がるって、私の子すごいお仕事だなと思って感激してます。ありがとうございます。これからもぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございます。お経ってあんまり知られてない、で漢文で書いてあって、新聞漢文でわからないと思われて、私もそう思ってたんです。本当ですか。仕事で読んでみたら、こんなことが書いてある、自分が感動して、だからその漢文で書いてあるお経を、あのみんなの分かる言葉で私の感動を伝えたいと思って書かせてもらいました。愛子様、ごめんなさい、本当に素人の質問ですけど、漢文で書かれたお経を訳したのが仏典童話。訳というよりは書き直す。書き直す、あ、なるほど。直訳じゃなくって、書いてあることを私が感動したのを、それをみんなに伝えたいと思って、長いお経を短くしたり、お坊さんが言ってることとか、そういう漢文に書かれた、あの大体お釈迦様が話していることです。そうかそうか。まあ、あのもともと自分の専攻は原始仏教という、インドの初期の仏教が、あの専攻だったので、そこに出てくるようなお経です。わ、かりました。で、改めてお経がちょっと皆さんに身近になってくれたらいいと思う。そうかも。宗派に関係がないので、どの宗派の方も読んでいただけるので。なるほど。で、今はそのあちこちから来て、朗読して喋れと言われて、それが忙しくて幸せしています。あの何年かかるかわからないんですけど、読んでいきたいと思います。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。こちらこそはいはい。じゃあ、さて、そういう愛子様からの今日あの皆様におすすめの曲があれば、まず1曲目ご紹介いただきたいんですけれども、1曲目は何にしましょうか。はい、あの今年1月に突然亡くなってしまった主人なんですが、もう大の合唱狂いの人でして、もう長年の念願の男性合唱団をご縁があって立ち上げることができて、その第1回目の演奏会の彼の大好きな曲、彼が指揮をして大好きな曲、堀口大学作詞、清水治作曲の月光とピエロという組曲の第1月光です。聞かせてください。よろしくお願いします。はい、oh.
癒される。お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ強化などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉なチャンプル市場近く草花やふれあい、電話 955-3382、 お待ちしてます。 Have you ever heard of Gilmore Man? Well, I think it's a radio station. I heard that. Really? Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy 790 7 79.7. Come on, come on, turn the radio on. かわいい、癒される。お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ強化などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉なチャンプル市場近く草花やふれあい、電話955-3。お届けしています。本日のみきこの部屋は、渡辺愛子さんを滋賀県からお招きしました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。性格の講義でお話ししていただけそうな貴重なお話をたくさん聞かせていただいてありがとうございます。とんでもありません。でもね、愛子さんは普段からいろんなところに走り回って活動されてるじゃないですか。リスナーの皆さん驚きますよ。車ね、もう夜行バス、電車、あらゆる手段を使って日本横断縦断されてると思いますが、でも本当にあの日本国かもうあらゆるとこ行ってますよ ね、 そうですね。行ってないところないぐらいじゃないですか。いや偏ってるんです。あ、そうなんです。北海道何度か、はい、九州も何度か、うん、でもそうですね、東京も 2,3 回かな、はい、横浜も行ったけれど、関東のあっちの方は、いや一箇所ありました、黒磯とかね、あの偏るんですよ。そうなんですね。たくさんあるのは滋賀県とか、はい、愛知県とかが多いですね。そうなんですね。新潟とかね、もう皆さん、あの、はい、那覇から名護とかね、あの美ら海水族館遠いねって言ってるレベルじゃないですね。そうですね。もう2時間なんてポンと行っちゃうかもしれないですね。そうです。すごい、うん、もう腰が軽くて困ります。いやいやいや、いろんなところでも呼ばれてるしね。ありがたいことです。もう本当に皆さんからご声かかってるとは思いますけれども、嬉しいです。さて、あの沖縄もね、毎年ほとんど毎年ぐらいいらっしゃいますか。そうですね、はい、ね、あの足を運んでいるかと思いますが、実はこの番組唯一のコーナーがありまして、はい、おいしいものを最高という番組でもって、まあ、コーナーがございます。まあ、はい、嬉しいこと。さあ、愛子様には本日、ジマミ豆腐というのをご用意させていただきました。これまでもね、多分ねお口にしているかとは思うんですけど、はい、うん、私がこのジマミ豆腐を食べ始めたのは実はこの 1,2 年なんですね。実は小さい頃も食べてなかったし、うん、あの妹の勧めで美味しいよということで、ジーマーミー豆腐食べまくりました。そうですか。はい、あのもちろん手作りが絶対美味しいと思いますけれども、ちょっと手軽にその沖縄のスーパーだったらいつもどこでも売ってはいるんですね。その中で厳選しました。なんかよくわかりませんが、このノーラ本舗のジーマーミー豆腐というのを私は推薦させてください。お口に合うかわからないんですが、愛子さんにもぜひジーマーミー豆腐食べていただけたらと思います。今いただいていいですか。どうぞどうぞ食べて、どんな感じかをスタジオの向こうの方にではいただきます。試食お願いします。思いがけない、嬉しい。いただきます。いかがでしょうか。よいしょ。はい、ジーマーミーというのはピーナッツなんですよ。はい、今は美味しい。いかがですか。もっちりとしてますけどね。私はあのごま豆腐を自分で作るんですけれど、そう私これをまたこれとか違う美味しさですね。私、滋賀の愛子さんの実家に、うん、実家というかお家に、うん、あのお邪魔した時にごま豆腐を出してくださったんですよ。そうでしたか。忘れました。その時の味が忘れられなくて、何これ美味しいと思って、ごま豆腐ですっていうことで、沖縄でごま豆腐私食べたことなかったんですね。そうですか。でそのこの2年前ぐらいにこれを食べた時に、あれ愛子さんのうちでも食べたと思ったら、うん、そっかあれはごま豆腐だったと思って、美味しい。ちょっとねピーナッツとごまとね全然風味とは違うと思うんですけど、うん、この食感、ね、感が似てますね。なので美味しい。どんどん入ってしまう。豆腐とも違うし、うん、
まあもちろんごま豆腐ともちょっと違うんですが、デザートなのかな、ちょっと甘みもあるのでね、タレをかけると美味しいです。ありがとうございます。じゃあちょっとご試食も続けながら、また2曲目曲の紹介していただきましょうか。お食べになってる間にちょっと曲も聴きますよね。ちょっと恥ずかしいんですけど、いえいえ、年賀状に書いた言葉を、はい、作曲家の先生がこれ作曲しようっておっしゃって、すごいソプラノの歌手が歌ってくださって、はい、あんまり高尚すぎて、愛子さん作詞の曲があるということですか。作詞したわけじゃなくて年賀状の言葉なんですけど、いやいや、きっと素敵な言葉だったと思いますよ。それを友達に CD 渡したら、はい、こんな難しくてみんな歌えないから、もっとみんな歌いやすいように私が作曲するわって口ずさんでくださったものです。はい、ぜひぜひ聴かせてください。恥ずかしいです。曲名は何と言いますか。願いというです。じゃあお聴きください。しました曲は願いという曲ですね。ありがとうございます。本当に貴重な音源もありがとうございます。お恥ずかしい、ね、先ほど紹介の時に出ていたんですけれどもね、愛子さんの活動の中にサーバスメンバーというのがありますね、はい、私も滋賀のご自宅にお邪魔した時にここは民泊なのかというぐらいね、お布団といろんなものが揃えられていて、聞いたらそういう海外の方たちのね受け入れもしているということで、まあ、簡単に説明していただけますか、はい、サーバスということは、はい、うん、どうぞ。今の民泊とはちょっと違いましてね、はい、第二次世界大戦の終わり頃に、うん、アメリカ人の青年がもうどうやったら戦争を防げるんだろうってすごく真面目に考えて、国と国とに政府に任せておくから戦争になるんで、みんなが友達になれば知らん顔していられないから、あそこと僕とこと戦争しそうでやめてくれってなるんじゃないかな、うん、ということで、みんなが世界中を旅行し合って友達になったら防げるんじゃないかというふうなこと で、ね、初めはなんかこう夢みたいって笑われたそうですけれど、うん、もう長いこと経って140カ国ぐらいが入ってるんですね、はい、
で2泊3日メンバーは誰でも泊め合う泊まり合う無料で、でもとっても楽しいんですね。今で21カ国から見えて、数えたのはだいぶ前ですが200人まで数えます。その後数え忘れています、ね、もう300も400もこれからも行くと思います。もうみんなすごい素敵なんです、ね、私も海外で生活してたことがあったので、はい、その海外でなんか親切にされた時に自分も沖縄に帰ったら日本に帰ったら海外の人に優しくしようと思いました。あの今でこそ沖縄の方でもね、あのウェルカムンチョになろうっていうなんかね CM があったり呼びかけてるんですけども、全然基本のことですよね。なんか困ってる方もう全然日本人でもあっても全然それは変わらないんですけど、特に海外の方は文字が読めなかったり本当にね言葉が通じないことで困ってることがあって、できることあったらね手出してね声かけてあげたいっていう気持ちは大事ですよね。そういう活動もされている愛子さんです。ありがとうございます。楽しい時間はあっという間なんですよ、はい、愛子さん、はい、本当にいかがでしたか。いや緊張しました。いやいやいや、もうね実はあのこの番組スタジオに入る前からもうたっぷり私たち2時間ぐらい喋ってますよ ね、 そうですね。まだまだ喋れそうなんです、はい、今日はもうこの辺にしときましょうか、はい、あの今後の活動っていうのもちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、今後の活動というよりも明日実は沖縄でコンサートがあるっていうのを聞いてますけれども、どちらでした、はい、西原町の方の、はい、ムーンテラスサイライン音楽堂というところで、はい、うん、そう愛子様ね語学も堪能、仏教の話もするけど音楽も関わっていて、いえいえ夫が長年、ね、少しね、はい、いつもずっと音楽の流れているね、仏教音楽の指揮をさせていただいていて、はい、その流れで、うん、その場所で12月8日というのはお釈迦様がお悟りを開かれて平等会なんです。それで、はい、お釈迦様がお悟りを開いたインドのブダガヤの、はい、あの菩提樹の分け木を沖縄の方があのこちらに移すように頼んでくださって、はい、で今そこの金箔の塔のお迎えに、はい、その木が2003年に植えられたんです、はい、だいぶ大きくなっているようです。なるほど。そのお釈迦様が悟りを開かれた木の下でその様子を歌った曲が50年前にできていたんです、はい、それをこの度あの歌わせてもらおうじゃないかということになって、はい、沖縄の合唱団さんグリーコールグリーンエコーさ ん, ーさん、はい、20人と、はい、私たち県外からのものがよりあって、うん、20名合計40名弱で寿元さんさんという歌を歌うことになりました。明日は何時からです。お昼11時から、はいはい、無料でございます。ぜひ皆さんぜひよかったら足を運んで、はい、愛子様は誰かしら、どちらがのいるかしらって、愛子さんって言ってもいいかもしれないですね、はい、会場にぜひ皆さん足を運んでください。どうぞよろしくお願いします。いやいやいや、もう本当にお話の尽きない愛子さん、ありがとうございました。ぜひまた沖縄に来てくださいね。お話もたくさんしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆様は来週また同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川満美希子でした。チャオ、アラプロシマセティマナ。